さて、秘密を吐いてもらおうか。え？ありがとうよ。あ？頭に上ってた血が少し抜けて脳みそが冴えてきた。さすがうちの整備士だ。こんなんなってもまだ動く。で、まだ抵抗するかよ。これでもうおとなしく寝てろ。俺勝てよな。おかしいな。これがどうした。何パターンなら、こんなもん。俺の盾に何をしやがった。考えてみりゃ簡単なことだ。ホモンクルスっつっても、体が普通なら構成物質の3分の1は炭素でできてるってことだ。炭素原子は結合の度合いによって鉛筆の芯からダイヤモンドにまで硬さを変える。そこまで分かりゃあとは錬金術の分野だ。いいぞ、こうでなくちゃ面白くねえ。そして今分かったことが一つ。効果と再生を一度にすることはできない。ただのちょっとつぼしんなバカガキかと思ったが。